皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘です。今回はですね、非常に苦手な意識を持っている方も多いんじゃないでしょうか。小回りについての解説動画です。とりわけ小回りの中でも小回りのリズム変化という種目について解説、それからですね、皆様におすすめしていければというふうに思います。そもそも小回りのリズム変化という種目は検定の種目の範疇にはないものですので、練習をしたことある方が少ないのではないかというふうに考えます。ですが小回りというのはスタートで作ったリズムを最後までゴール前まで一定に保つというのが基本的な概念ではあるんですけれども、いつもですねご自身が行っている小回りのターンスペース、そればかりを練習してしまうと非常にですね引き出しのない、面白みのない滑りになってしまいます。やはりスキーというのは急斜面、それから緩斜面、そして硬いバーン、柔らかいバーンと、あらゆるシチュエーションの中でご自身の引き出しをどんどん出していかなければ常にですねいいパフォーマンスというのを行っていくことができなくなってしまいます。どんなシチュエーションでもしっかりですね滑りこなせるように、今回ですねおすすめさせていただく小回りのリズム変化ですね、それについて今一度ですね考えていただいて、皆様も実践してみていただければというふうに思います。はい、それでは早速解説していきたいと思います。今回ご覧いただきたいのはこちらの動画ですね。スタートで少しこうクイックな動きを行いながら、中盤で大きめの小回りを入れると、そして最後にまたクイックな小回りに戻していくと、そういった形の滑りとなります。このような形で途中でこうフォールラインなんかも変えながら滑っております。特にですねご注目いただきたいのは小回りの速いリズムの中でこの中盤に入れている深い小回りですね。見方によっては小回りに見えないんじゃないかなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実際に出てるスピードとターン後半の抜けを評価していただけると、深い小回りというような形でご覧いただけるかなというふうに思います。まずポイントとして挙げられるのはエッチングのタイミングの速さですね。今停止をしております。この段階スキーが下に向いていく段階ですでにエッチングが始まっていることにご注目ください。早いタイミングからエッチングを仕掛けていくことができているので、ご覧いただいているこの切り替えのポジションですね、ここでエッチングが後半に集中していないので、結果的にまたですね次のターンスキーが下向くまでの間にエッチングをしていくことができると。早いタイミングから仕掛けていくことで後半にかかるストレスが非常にこう少ないものになりますので、ターンスペースをですね多彩に操ることができます。それから早いリズムで滑ってきた中で突然ですねこの真ん中で重心をスキーよりもかなり積極的に内側に入れながら滑っているところにご注目いただければと思います。はい、内傾角度をしっかりとっているので、ターンの始まりの部分で非常にこう腰高なポジションですね、ここを演出することができます。腰高のポジションは一見ですねこう棒立ちになっているように見えるかもしれないんですけれども、最大傾斜線、ターンのマックスのところでしっかりと内傾角度を作ることができているので、腰高、高い位置を有利に使ってターンを作っているということがお分かりいただけるんじゃないのかなというふうに思います。はい、もう一度実践の滑りを見ていきましょう。やっぱり小回りですね、スタートで作ったリズムをなかなか崩せずに最後まで滑り切ってしまう方非常に多いと思います。検定種目ということを考えるとそれもまた練習として非常に大事なんですけれども、あらゆるシチュエーションに対応するためには、小回りでいろいろなこうリズムを使っていくと、そういった練習を行うことで、それはですねまたコブにもつながるということにお気づきいただければというふうに思いますので、今回のアドバイスもぜひ参考にしてみていただければというふうに思います。
エムズスキーサロンネクスト